らっしゃいませ。お決まりでしたらどうぞ。ビッグバーガーのセットが一つと、ダブルバーガーとチキンの単品お願いします。ありがとうございます。店内でお召し上がりでしょうか。お持ち帰りでお願いします。セットのお飲み物はどうされますか。コーヒーにします。ホットかアイスはどちらにされますか。アイスで。はい。チキンのソースはバーベキュー、マスタードどちらにされますか。マスタードでお願いします。かしこまりました。ありがとうございます。ただいま。ハンバーガー買ってきたよ。おかえり、ありがとう。うわ、最悪だ。ぐちゃぐちゃになってる。ほんとだ、これは食べれないね。お腹すいたね。セット。ビッグバーガーのセットのように、何々のセットと言いましょう。単品。セットと同じように、何々の単品と言いましょう。店内。店内でお召し上がりでしょうか、や店内ご利用でしょうかと聞かれます。店内で食べるときは、店内で食べます、やここで食べますと言いましょう。お持ち帰り。お持ち帰りは to go の意味で使われます。お持ち帰りとは言わずに、持って帰りますと言っても大丈夫です。お腹すいた。お腹減ったや、お腹ペコペコなどでも同じ意味です。腹減ったというカジュアルな表現もあります。